ですからまあ引っ張るだけではなくて右方向にも長打の打てるプレイヤーと、はい、まあ、でも今初球ね111キロのカーブから入るっていうのはね、やっぱりなかなかできることではないと思うんですけども、いい球種から入ったと思うんですよね、はい、さあキャッチャーの伊藤はインコースに構えています。あー、まく入った。さあレフトの前にワンバウンドしました。セカンドランナー三塁回ってきます。今ホームインです。メヒアのタイムリーヒット先制です。前回はホームラン、そして今日は第1打席でタイムリーが出ました。1対0。いや、キャッチャーの伊藤はもっと打ちでした、はい、基本メヒアの場合はね、はい、インサイドがすごく強いんですよね。だからきっちりと投げていかないと今のような結果にはなりやすいですよね。逃しませんでした。メヒアのタイムリーヒット。昨日はゼロ更新の両チーム、まずはライオンズが今日は1回の裏点を取りました。